現在付き合っている彼女が仏教系の信仰宗教に入会していて先日勧誘されました、えー、とただ自分は入会する気はない旨を伝えると絶対だなんて言われました結婚,結婚も考えられる相手でもあるので結婚後に宗教絡みのトラブルは避けたいですこれからどのように解決していけばよいですか 解決を何をもって解決と言ってるのかによるんですけどそのペリカさんがその彼女が信仰宗教から脱会することを解決だと言ってるのであればかなり難易度が高いと思いますただ相手の彼女さんからすると多分ペリカさんがが入会すすることが解決なんですよなのでその彼女さんと結婚したいのであれば入会しちゃえばいいんじゃないですか あのそのなんかねすごいひどい信仰宗教はあるんですよそのオウム真理教みたいなねあの人殺しちゃいますみたいなは置いといてあのうさんくさい信仰宗教って多少金取かそのたまになんかお祈りの会とか集会とかあってなんかあの忙しくしなきゃいけないとか,あのなんかあの仏壇的なものを買わされたりとかで、まあ、年間に100万200万取られるってあるんですけどでも100万200万ぐらいって あのなんんかかか趣味があるる人ってそれぐらいかかるんですよ例えばバイク好きですって人だとそのなんかあの修理代とか保険とかいろいろ買ってなんだかんだでう100万200万かかるし車が趣味ですになると駐車場代とかであの年間300万ぐらいかかっちゃうこともあるんですよね保険とか入れて。っていうのもあるのでその100万200万は趣味だよねっていうところででもこの彼女と一緒にする生活していくのありだよねでそこに子供が生まれたとしてもその彼女のと作った子供がその宗教に入ったとしてもまあまあしょうがない。 っていうぐらいになるんだったらそれはそれで解決だと思いますなのであのその相手の彼女さんが信じるものを変えようとするのは難しいのでそこを受け入れられるかどうかっていう度量の問題なんじゃないかなと思いますちなみにあのえっと通帳とかあとあの給与明細は渡さないようにしてくださいあのそれ渡すと根こそぎ持ってくれる可能性があるのでなのであのちゃんと自分のお金は隠してください要はあの まあ、宗教の人って優先順位とか、ものの善悪とかが、あの宗教が優先されることがあるんですよ。要は、その旦那さんの全財産を奪うのは、それは旦那さんの幸せのためであるっていうふうに思い込んじゃってたりすることがあるので、良かれと思って根こそぎ金取ったりするんですよ。<laughs> なので、あの、どれだけ相手の彼女さんが好きだと思っても、給与明細とか、その、あの。 自分のその講座とかは隠し,しておいてください。実家に置いておくとかして。はい。えー、デザイナーです。いつも制作しながらビジネス感理で聞いています。おかげでさま仲取って,ってるのでよかったらおいしいビールでも飲んでください。はい。ありがとうございます。ゲーム実況部屋やってる人なんですね。